セネガル代表団によるシリフ家の民族舞踊、ギュレン学校は、トルコの企業からにより、世界各国で設立された、幼児教育施設、初等、中等学校、及び予備校などの私立学校である。学校の数は160カ国で2000以上にも上ると、言われるが、それぞれに、共通の名称や法的なつながりがあるわけではない。特に中央アジア各国では、入学試験はあり、 エリート層や上級官僚の子供らを送り出している、私立学校として知られている。貧しい家庭の成績優秀者には、奨学金を給付している。一部の教員は、トルコ国内から派遣され、それ以外は、現地の教員が採用されている。基本的に、トルコのアナドル高校のカリキュラムが採用され、それぞれの国の公用語、そこで、最も一般的な外国語、 英語であることが多い。中央アジアではロシア語、アフガニスタンではペルシャ語、アフリカではフランス語。また、選択科目としてトルコ語が教えられる。さらに、トルコ文化を教える授業も行われている。ギュレン学校は特に国際科学オリンピックにおいて成功を収めていることで話題となった。2007年には、ニューヨークのトルコ学校、 アミティスクールが科学オリンピックで28個のメダルを獲得し、週で一番に輝いた。国際トルコ語オリンピックは、第一回大会が2003年に開催された、外国語としてトルコ語を学ぶ人のための大会。初級から上級まで、世界中から集まった出場者がトルコ語運用能力、トルコに関する知識を披露し、競い合う。 出場者の出身国は2006年度は84カ国、2007年度は100カ国、2008年度は114カ国と毎年参加者、3カ国ともに増えている。2003年以来、毎年トルコ学校の生徒らが詩、作文、歌、パフォーマンス部門で学習成果を発表し合う国際トルコ語オリンピックが行われている。2007年に、 第5回大会がイスタンブールとアンカラで行われ、トルコ言語協会などの団体による講演を受けた。トルコで教育を受ける外国人学生の多くがこれらの学校から来ているとされる。httponlinewsj.com ニュースアーティクルズ sb10001 巻4240項5270条2304条272百457計9332兆6707億4049万 1570http コロンスラッシュスラッシュ www.time.com スラッシュタイムスラッシュマガジンスラッシュアーティクルスラッシュ千 9, 3, 12, 6, 7, 40, 49, 5, p, 9 1 7 1 1969,290から 3-00HTML タイム誌の記事アメリカダキティ、RK オクルーナサ NN、スパンサーラグーンドッキーオリンピアタバーインスヨルデュ。ありがとうございます。